¡Eva! ¡Eva! Ha!
templo. Thank you.
¡Oh!
Jo. Demo. Oye. Ya. もしかしてエヴァン様ですか？やっぱりお久しぶりです、エヴァン様。ラティエ、久しぶりだね。元気にしてた？ええ、エヴァン様もご無事で何よりです。兵士が噂をしていたのでもう捕まってしまったのかと。エヴァン様、この国に居続けるのは危険です。中大院様はあなたを捕らえるつもりでしょう。心配してくれてありがとう。でも僕は王としてゴロネールと同盟を結ぶために来たんだ。ですが、同盟関係は難しいかと。ゴロネールはいわば鎖国状態ですから。そう聞いてはいるんだけどね。ラティエはこの国の現状をどう思う？このままだとゴロネールのみんなは。エヴァン様のお気持ちはわかります。私は中大院様はきっと目を覚ましてくれると思っています。ラウゼオ様もきっとそう思っているはずです。父上が？ラウゼオ様はマウ族への差別を和らげるよう手を尽くしてくださった初めての王でした。マウ族である私がラウゼオ様の次女となれたこと、そして中大院様が大臣に選ばれたこと、ラウゼオ様以外の王では考えられなかったでしょう。でも中大院は父上がマウ族を操るためにやったことだと思っている。そんな、中大院様は誤解しています。ラウゼオ様はニャウ族とマウ族の溝を埋めようとしていたのです。いえ、ただの侍女に過ぎない私の言葉より
ヘバン様の目でラウゼオ様のシーンを見てもらった方がいいですね。エヴァン様、ラウゼオ様の手記を探されてはどうでしょうか。王家の墓に一緒に納められているはずです。父上の手記か。うん、それはいい考えだね、ラティエ。ありがとう。いいえ、お力になれて嬉しいです。どうか道中お気をつけください。なあ。うん。ねえ。よし。始めるぞ。
行こう。始めるぞ。よっしゃ。うん。よし。中大院、私がお前を大臣に選んだ日のことを覚えているだろうか。私が指名した時、他の大臣たちはこぞって反対したが、お前の決意に満ちた目を見て私は確信したのだ。お前とならマウ族とニャウ族の確執を埋めることができると。私の思いはあの頃から変わっていない。中大院、お前ならきっと。
行くで。ああ。Thank you.
なあ、はい。
야. 네. ニャウ族とマウ族の長い因縁の中で今回のクーデターを起こしたのは分かった。でもこれ以上二つの種族の争いを続けたって意味がない。ニャウ族とマウ族の争いはここで終わりにしようよ。お前みたいなお坊ちゃんに何が分かる。我々の長きにわたる一族の屈辱、忘れた日など一度もない。ようやくこの手でニャンダールの血を絶やすことができる。ずっとこの日を待ち望んできたのだ。どんなことがあろうとコロネール王国は渡さんぞ。さあ来いエヴァン、ここで終わらせてやる。
過去2代にわたって私の悲願を邪魔するか。忌まわしきニャンダールの一族名。中大院、これ以上君と戦いたくない。いや、僕たちは戦っちゃいけないんだ。中大院様、その者たちを殺さねば我々マウ族の真の自由は訪れません。そうだ、自由、マウ族の真の自由を。中大院、ダリシンの言うことに耳を貸すな。そいつはニャウ族は皆殺しだ。イデオ・ベルガシン。うお。私の新玉戦は、貴様何者だ。うお。この国は随分と手こずらせてくれたな。やりましたぞ、ハムナルナハル・デルグナ様。ダリシン、すみませんね、中大院様。ラウゼオ殺しという大役を押し付けてしまって、ラウゼオの言葉より私の嘘を信じてくれて、同族として本当に嬉しかったですよ。なんだと？あのお優しいラウゼオ様が中大院様を利用するわけがないじゃないですか。あなたに吹き込んだことは全ては私のでっち上げですよ。ダリシン、貴様よくも。人とはそもそも裏切るものなのですよ。あなたがラウゼオ様を裏切ったようにね。さあハムナル様、これで約束通りこの国を私のものに。そうだな。ハムナル、ダリシンに何をした？人とは裏切るものなのだよ。全く苦労した。国王はおろかその腹心にすら我が術が効かない。魔性気に屈しないとはなんと心の強い者たちか。ようやく聞いたのがこんな下っ端とはね。おかげで随分と時間を食ってしまった。だがこれで私の悲願は達成される。お前たちはせいぜいこいつの相手でもしているんだな。破壊神に落ちてしまったか。中大院、僕も協力する。ベルガ神を沈めよう。